モデルプレスイコール2024年5月23日、5月8日にファーストシングル、サミダレ、サミダレ、をリリースするグローバルグループチーム、エンティーム、のインタビュー連載。ソロ編ボリューム2にはマキー、マキー18、が登場し、読者から個人宛に届いた質問に回答した。写真、チーム、ハイトーン奇抜カラーも、ヘアチェンジ姿、チーム、サミダレ、サミダレ、 インタビュー連載 BTS、セブンティーン、ジャスティン・ビーバーなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを要するハイブ。その日本本社ハイブジャパン参加のハイブラベルジャパン初のグローバルグループであるチームは、オーディション番組、オーディションザ・ハウリング、を経て、EJ、ウィジュ、フーマ、フーマ、K、K、ニコラス、ニコラス、ユマ、ユーマ、ジョー、ジョー、ハルア、ハルア、 タキ、マキの9人で2022年9月に結成、同年12月にデビュー EP、ファーストハウリング・ミーでデビューを果たした。そして春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語の第1章、さみだれ、さみだれで新たな幕を開ける。さみだれ、さみだれのリリースを記念し、モデルプレスではユニットソロでのインタビュー連載が実現。 シングルの魅力をたっぷり語ってもらったほか、事前に読者から募集した質問イコールリュヌ、ルネ、イーはアクセント付き、ファンネーム、が気になっていることも聞いた。マキ、実家で家族と料理、1月のビート AX で、今年はメンバーのために料理を作りたい、と言っていましたが何か作りましたか。30代女性マキ、思い出して笑いながら、言ってましたね、わら。作ってないです、わら。 でも実家に帰った時には家族で一緒に料理をして、僕も手伝いをしました。牧最年長になったら経験してみたいこと、ある日もし全員の年齢順が入れ替わって牧が一番お兄さんになったらメンバーと何がしたいですか ?40 代女性牧メンバーが自分の言うことを聞いてくれるとどういう気持ちになるのか味わいたいです。わら。僕たち全員が入っているグループチャットがあるんですけど、 例えばそこに K くんが何か送るとみんなチェックマークとかつけたりするのに、僕が送るとないんですよ。なので K くんの気持ちを一回経験してみたいです。わら。マキさんは今どのメンバーの方から来た連絡もしっかりチェックをつけている状態なんですね。わら。マキそうですね。基本チェックはつける方だと思います。僕は結構連絡がまめな方ですぐ携帯を見るタイプなので、わら。マキ。 アンドチームの末っ子で良かったと感じる瞬間は、より小さいアンドチームの末っ子で良かったなぁと思うことは、20代女性巻きなんだろうな、考える。でも末っ子だからこそ成長していく姿をメンバーとリュヌの皆さんにも見せることができるんじゃないかなと。例えばオーディションの時はまだ少し幼くて赤ちゃんっぽい感じがあったかもしれないけど、 そこから成長していく姿をリュヌの皆さんに見せられることが良いことなのではないかなと思います。メンバーの皆さんから、ここが成長したねと言われることはありますかマキ身長伸びすぎだよ、って言われます笑、笑モデルプレス編集部、マキ、マキ、プロフィール青年月日、2006年2月17日。